に慎太郎物語、ついに最終章へ突入する。日本時間7日、多くの日本人メジャーリーガーの代理人を務めるボラッシが大リーグの球団幹部が集まる GM 会議での報道陣の取材で、メッツ参加から FA となった藤浪晋太郎投手について言及した。健康だし腕も問題ない。投球を見て興味を持ってくれる球団が出てくることを期待している。どのチームも彼が投げられることを知っている。今年は健康面もあり春季キャンプは良くなかった。シーズン中はリハビリになってしまったが今は普通の状態に戻っている。メジャー球団は彼をリリーバーとして見ていると思う。彼は今もメジャーでプレイしたいと思っている。プエルトリコでの投球の後に日本から来る興味についても考えたいと、藤浪はあくまでメジャーでの活躍を目指していると語った。一方で現地ではかなり厳しい意見も飛んでいる。メッツ専門サイトファンサイディットライジングアップルは、藤浪の実験は終了と報じた。多くのトレーニングを積んだがメッツに貢献できる投手になれなかった。春先成績が低迷したことが藤浪のキャリアを狂わせる要因となった。3A での 32.1 イニングでは防御率 6.68 四球33個。メッツは柵オフ藤浪とメジャー契約を結んだが、同じような判断をするチームもあるのだろうか。柵オフにはその高い潜在能力が評価されていたが、その期待はすぐ冷めてしまったと語った。これらを受けてネット上では様々な声が上がっている。来年たちでラストチャンスやな。なんとかうまくいってほしいけど帰ってくる場所があることを忘れないで。去年は希望もあったけど今年は本当に通用しなかったからな。藤、悪いことは言わんはよ帰ってこい。マジで人として大好きだから藤浪には幸せになってほしい。あの夏はこれが将来メジャーで通用する本物かと思ってたな。踏ん張れ藤浪。ナンジェイマ Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。